伊東市では早春を飾る恒例行事、大室山の山焼きが行われました。大室山の山焼きは茅の新芽を育てるため、およそ700年前から伝わる行事を観光イベントにしたものです。例年は観光客が松明を使い火をつけますが、今年は天候不順で延期が続いたこともあり、地元の消防団員が山裾に広がり一斉に点火しました。火は瞬く間に燃え広がり、高さ580メートルの山頂へと登っていきました。いかがですか？大迫力。こんな間近で火見るの初めてです。こういう、なんて言うんだろう、伝統の行事が毎年行われてるっていうことがなんかすごいなと思って、うん、幻想的な日本の文化だなって思いました。延期が続き急遽の開催だったということもあり、今年は例年より若干少ないおよそ2万3000人が訪れたということです。観光客は大室山が赤く燃える壮大な炎のショーを楽しんでいました。